次のご質問は、しもつとを加える使い方や処方を見ることがありますが、しもつとを加えるのは、血を補うためか、他に臨床的な意味があるのですかと。しもつとって、当帰芍薬選球滋養でしょ。で、しもつとはぜひ、単独で処方してみてください。特に女子に。そうすると結構、潤いがつくって人がいます。しっとりするって、僕は意味が分かんないんだけど、結構複数の人が言うので、まあ合ってんじゃないかなと思うんですね。で、やめればやっぱりちょっと違うとおっしゃるし、やっぱり下津島の良さをまず体感してほしいんですね。で、下津島にいろんなものを加えてみればいいと思います。結構有名なのは下津島に両慶術漢湯かな、それが入ったやつは蓮珠院っていうんです。これは保険の薬ではないんですけど、下津湯と両慶術漢湯を足せばいいので、結構女性の妙薬としてこれは使えると思います。で、下津湯っていわゆる血虚、ね、血が虚す、ね、血虚に対する薬なんですね。で、血虚っていうのを血液の貧血と思うとちょっとこうつじつまが合わないんです。むしろ貧血を含めたいろんな病態と思ってもらった方がいいです。つまり僕的には栄養失調って思ってもらった方が結構理屈に合うんですね。栄養失調っぽい状態を結局と考えて、一生懸命下津湯で頑張ったと理解してください。つまり髪の毛は抜けてる、ね、皮膚がカサカサしている、なんとなく痩せてる、頭の回転が遅くなってる、元気がない、まあ、いわゆる貧血っぽいなんていうイメージが僕の血虚なんですね。で、僕が血虚が貧血じゃないって思う理由は、そもそも当帰芍薬選球滋養、下津湯の僕は鉄の分量を測ったんですよ。で、鉄剤ほとんど入ってないんです。鉄剤ね。ですから鉄が入ってないのになぜか結構貧血が治ることがあるんですね。いまだによく分かりませんけども、まあ全身の状態を良くして、食欲も増して、それで鉄もついでにその中に入って、まあ鉄欠乏性貧血なんかは治るんじゃないかなって僕は勝手に考えてます。漢方って昔の知恵なんで、あんまり今風のサイエンスで攻めるとむしろ嫌いになりますから、そんな知恵の集積だと思って考えてください。下津湯はぜひ下津湯単独で、特に女子にね、使ってもらうと、そのありがたみとか切れ味が分かります。そこにいろんなものを足してもらうと楽しいかと思いますし、すでに下津湯含有の漢方ってありますからね、そういうのも使ってみてください。はい、以上です。